おはようございます皆さん。時刻はペロン、なんと10時50分。はい、今日はちょっと遅がけなんですけれども、今日はここからリュウちゃん名付け親和歌山セブンを巡って帰りにマグロを食べて帰ろうというプランであります。はい、その前に皆さん新年明けましておめでとうございます。いやーなっちゃるかさこれこれおめでとうございますそれかっちげーやがでもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年も皆さんに楽しい動画をお届けできたらなと2人とも意気込んでおります。おいしいね、おいしいね。はい、うん、それでは今日元気に行ってみよう。の軸そこ下肢、ここは春分秋分、なんかサンセットポイントなんかなと勝手に想像してみる。うん、めっちゃ夕暮れやで、こんな、うん、夕焼け。こっちが西やからな。そうやろ、めっちゃ夕焼けやで、きっと。じゃーん、明太子、毎度豆田の限定品です。今日の美味しい。はい、灯台に登っています。はい、岡山マリーナシティ、すごいね。すごいわ。うわー、すごいね。あっちは神戸の鉱山やな、あれ。うーん、淡路島、あれが淡路島、淡路島やね。何が六甲山や。激闘だ。高山ってあんたこんな近いわけないがなって。四国だ。あっすらと見えた四国。あ、ほんまやね。さっようやく山道です。水仙が咲いてたりとかして可愛い。うん、どうや。なんや、どうやってどうや。どうやねんこの道は。ワイルドやん。北山って感じやな。トンネルって感じ。いきなりどうや言ってくれたじゃあ海の方です。はい、潮騒の小道を歩いております。うん、田野方面へ行っています。はい、和歌山セブン。山道どないやねん、またここ出んのかいいう感じ。またシャドウに出てきました。はい、
重曹か思うたんやけどな、うん、これや、はいはい、あ、一応いろいろ書いてあんねんな、これ、うん、高津山、あ、いや、やっと第1座やで、はい、そうやろ高津山山になりました。山です。山です。山やな。旅行に来たみたいだね。うん、めっちゃ階段やん。山やからね。これ山やから。埋まってる。そら埋まるやろ。木々の間からですけど、海が、うん、見えます。そしてリュウちゃんのたん、あ、じゃーん。うちの卵ミニケーキ。あ、すごいね。うん。すごいやん。あそこやで多分頂上。あ、そう、うん、あ、これはやるな。あ、夕日100選やって。ここもか。おー、ここほら。ほんまや。朝日夕日100選。これすごいやろな。うん、あ、ゆうちゃん、三角点。これこそプチッとやりました。ホテルがいかにすごいか、うまいな。落ちそうやん。東大。あ、ほんまや。結構来たね。うん、あれがうっそうとした。そうやな。雲笹の道か。すごいね。うん、こっちに、はい、あ、ここなんかいた。あ、パスしてもらえた。これはなんやねんちゅうことやな。動画内でパスしますね。こっちですね、はい。11分、距離は 6.8 キロ、はい、はい、ホラボスプチ登山ポフタッチやりました。第2弾です。ホラボス和歌山セブン第2弾やりました。タッチイエス。天神山、はい、2弾終わり。次3弾目、ここは展望はありません。はい、潮騒の道にまた合流しました、はい、いやー、登頂しただけの山頂でしたけどね、はい、はい、次3座目行ってみましょう、はい、はい、和歌山セブン第3座。あ、もう来
ゴンゲン山、はい、時刻は13時51分、距離は 6.3 キロ、はい、へえ、ゴンゲン山っていろんなとこあんねんな、はい、ちょっと三角点見当たりませんけど、タッチやりました、そうか、無理、タッチやりました、パフはい、次行ってみよう、待って写真撮っとこう、うん、はい、詳細の小道にまた出てきました、はい、今度はこれを曲がります、はい、はい、和歌山公園入り口、現在地です、和歌公園って書いてあるね、ほんまや、和歌公園、失礼、時刻は13時57分、 6.7 キロ、はい、町に降りてきました、はい、ちょっと4座目は離れてるんですかね、はい、すごいコーヒーハウスねえ、おしゃれああ登れそうやな、あ、木な、これ岩ちゃうの、でもこれ木っぽくない、ほんまやな、そうやろ、もうどっからどこまでか、岩でどっからどこまでか木なんかわからへんようなあ、でも上の方がなんか岩っぽいで、あの岩やろ、ね、うん、ここは結構で聞いてないこれか、すごいね、いやどうなんやろう、なんかあの辺もおおよそ岩らしからぬ、うん、どうやっとんねんっていう、山上の赤人、うーん、昔教科書いいね、赤の裏に潮満ちくれば肩を波みなも足べを刺して手綱木を鳴る、お、さおい、聞いたのか、あよし、いっか、すごい立派、はい、これやろ、はい、はい、ホルブスプチ登山和歌山セブン第4座パフやりましたもうこれやろいうことでちゃうやもしれんけど、いや、いい眺めやね、うん、なんか違うとこに来たって感じするね、こういう景色見ると、うまいな、あ、君寺やろ、おお、君寺お金払って入れてくれるらしいよ初めてやで、あれやね、うん、何山、鏡山、あ、鏡山、これ標高何メートルだろ30何メートルだろ、でも確かに山やわ、ホラパスプチ登山和歌山セブンナンバー5 第5座ちょっとないけど、ここかな、タッチやりました、パフパフパフ
いい眺めやね。次はあそこや、多分。あれか、うん、意外と離れてる。よし、ご、第6座やな。第6座それが終わったら君に出ろや。はい、今せ。おお、うん、おお、あそこなんか書いてある。島なんや、ここ。すごい。マジで。ちょっと受ける。マジで。これ山。山マウンテンってオッケー？マウンテン。丘ちゃうんか。大きい？上陸。待て待て、上陸。上陸しました。せーの、上陸。はい。ここか、もう行かれへんのか。すごいね、なんか。海閣を設けて今治山を整備した。ここでしょ、きっと。はい、ホルムスプッチ登山和歌山セブンは第6、芋瀬山タッチ登頂やりました。パフ、はい、時刻は、14時36分、 8.6 キロでございます。はい、パフ。ナイスビュー。おお、断崖絶壁。うん、あれさっきの鏡山やな。うんうん、でこれ渡ってきたとこね。ああ、はい、6座目の島を離れます。後にします。さよなら。そして残すとこは残り1座なんですけども、その前に君井寺西国さんにお参りしたいと思います。はい、我々西国これで何個目なんやろ。何個目か分からへんな。西国のアプリ入れなあかんね。はい、とりあえず朱印帳ね。はい、上やもんね、山手やもんね。ほら、まさしくこれやで。じゃーん、これは朱印帳についてるあのイラストなんですけど、はい、このところで写真を撮るのが我々の道具です。はい、早速行ってみましょう。ここにケーブルの駅があります。ケーブルできたよね。はい、何もすんやろな。あそこ書いてある。参拝は4月の4日まで無料らしいです。ありがたいね。はい、去年行かなかったじゃんか。まさしくビンゴ。還暦役坂です。1300年やから特別ハンコやね。うつはないやろこれ。あ、
これな気がしてきたよ。うん。えらいとこ来たで。行ってみよう。はい、散々迷ってここまで来ました。やれやれ。鉄塔やね、これ鉄塔。うわーすごい。頂上。あー、これは朝日を見る感じやな。やったね。お地蔵さんもいてはるわ。はい、やりました。さすが七座目だけありますね。あーすごい。おーいいね。あの先っぽの方から来たんや。あ、うん、結構頑張ったな。うん、何せ道が分かりづらかったな。最初っぱだから今に至るから。おお。あ、ここにあるわ、三角点。はい。いやちょっともう七度目は無理かなと思ってたんですけど、無事たどり着いて何よりです。ホラプス、はい、プチ登山は和歌山セブン第七度目登頂。パフ。パフ。タッチ。ありました。登頂。諦めかけた7段目です。228m。おいえい。もう一枚いくからね。あ、これいいね。これはいいの撮れたと思うよ。ねえ、ここもいいスポットやん。うん、わーすごい。すごいやん。今まで来たよ。おーおーおー。朝日が丘。わ、素晴らしい。すごいやん。これ朝日見えんのかな。いや、あの夕日やろ。今こっちに沈んでいってんねんから。なんで朝日が丘やろ。はい、16時25分、距離は 14.8 キロです。はい、はい、ここ杖借りるようになってますね。はい、ここから、右、はい、宮前の方まで、歩いていきます。はい、3点何キロもあるわ。カバー、ちょっと急がなきゃ。はい、だだ歩きはいけません。めちゃめちゃ味のある店構え、ぴったし5時です。やりました。はい、ここで5時から打ち上げようということで席を予約してあるのであります。はい、すごい時間通り過ぎてビビる。ちょっと今ビビビってきた。マグロ食べようぜ。マグロ、はい、マグロ中落ちほじほじしようぜ。どうやろな、今日の美味しい。準備中。はい、始まりました。本日の打ち上げです。はい、まずはお通しの数の子。これね、辛すぎる。
ぎずにね、ちょうどいいね。うん、あのね、メニューがね、めっちゃそそるメニューばっかりで、何から食べようって感じ。ね、はい、2人前です。来ました、ブリの作り。メニューではないんですが、本日もおすすめだそうです。はい、では早速。ビール飲みます。まあ、飲み放題からね。いただきます。飲み放題1,290円です。はい。こうでしょ。はい、豆腐蒸し。いただきます。柚子がね、うん、すごくね上品でね、でタイもいっとこね。うん。うん、めっちゃ珍しいよね。うん、臭みがないね。ぜひどうぞ。召し上がってください。はい、ぶっかけ寿司です。名物は下に酢飯があって、上にいろいろ酢具材が乗ってるという。海鮮丼みたいなもん。あ、海鮮丼が、あれやん、ご飯か。そうそうそう、そやからこれは酢飯か。そうやねん、せやねん。ちょっといただきましょうもう酔うてんねんな、早くな。この飲みほと安心感がまたそうさせるよね。プレモルやのに飲みほってどういうことっていう。いくらとかさ、めっちゃ高かったやん、スーパーで買っても。宴会だ。ここにあるよ、新しいから。うん、お得。うん、これ酢飯なのがいい。海鮮丼って普通にあったかいご飯や、はいはいはい、これしっかり締まってる酢飯ね。うん、これだいぶビンゴ。寿司のてんこ盛りみたいなもんやね。あのね、でも寿司屋って一貫ずつパクって食べてなあかんやんか。これはな、海苔がな、こうしてあって、あほうほうほう、この気になったら最後こうして食べれるんよ。はいはいはい、これヒットやと思うよ。あ、すごいやん。もういくらだけでもだいぶ高いのにね、これお得やと思うで。うまっ。上のこのパリパリレンコンがね、仕事してるんや思うんですよ。これこれ、これ何やろ、これこんにゃく、何やろ。はい、ありがとうございます。入れ渡したわ。ありがとうございます。美味しそう。タチウオすごい。はい、ありがとうございます。タチウオの煮付け珍しいね。待って、ちょっと、さっぱり。こっちの衝撃の方が強すぎたな。タチウオの煮付けもいってみましょうね。私柚子大好きやから、こうところどころに柚子が乗ってるのがすごい美味しいね。うまっ。いただきます。タチウオの煮付けってあんまりないないような。うんまふわっとしてるね。ふわっとしてる。大きいよね、タチウオ。で、味付けがね、すごい上品やな。第2位のだし巻きでございます。巻きたてだし巻き、プルプルや、これ見てる。すごい。いただきます。食感がまずね、すごく本当にふわふわになって上がってるね。だしもよく効いてると思うな。はい、本マグロ漬け作りました。ここに切って、めちゃちょっとしか取られへんやつか。上手に思いを伝えられるでしょうか。またマグロやとか言い出したらどうしよう。これね、この人のマックスの褒め言葉やからね、このうまいっていうのは。マグロやじゃなくてよかったわ。で、今まで食べたマグロの中ではどうなんですかね。うまい。うまい。どんな風に。マグロ。はい、大アジフライが来ました。はい。はい。ね。大アジフライ790円。タルタルもね、自家製やしね。いっぱい入ってるんですよ、ピクルスとかね。ああ、はあ、はあ、北海三昧食べた。まだ食べてへんやん、どれも。食べて、どれか1個。どれか食べて。どれか1個。まあ、とりあえず1個や、ホタテ食べや、ホタテ。
いくら誰が取る？いくらは私やろ。なんでやねん。いくら食べたいんちゃうやろ、りゅうちゃん。そんな人じゃないやろ。なんで？りゅうちゃんエビがあったら満足の人やろ。知ってんねんで。いくらが食べられてしまいました。誰がいくら食ってめっちゅうたんやろ。寝るなやろ。何食うてもうまい。何食うてもうまいな。大当たりでした、はい、まだまだ宴は続きます。これなんぼでしょうね、お会計ね。あっと、1万1080円ぐらいかな。あー、なるほど。1万1080円って飛ぶかみたいな。1万1080円、ね、1万1080円。1万1080円。計算してないよな、今。でも1万1080円ぐらいちゃうかなと思ってる。りゅうちゃんは8900円。結構これでもね、飲み子は安いけど単価は結構するからね、うん、アジフライとかね800円ぐらいするからね、はい、なんぼでしょうか。正解はまだ後ほど。後ほど。はい、ごちそうさまでございました。予想からしてどうやったんですか。リュウちゃん予想8000何出しちゃってさ、ブロおい、13728円。いやだってさ、ここら辺見てもこれ、何ぶっかけ単価結構すんのよこれ単品のね。ぶっかけ月1590円。はい、ゆゆきさん。いやいや言いながらね、今ね JR 和歌山の駅に向けて歩いてます。もうね、すっごい寒くってね、2人ともフードを、うん、私